はい、どうも、こんばんは、としきです。リスペクトフォーファナティック・クライシスへようこそ。というわけで、今週も張り切ってやっていきたいと思いますが、ですね、最近ね、この、ケースに入っとるわ。ちょっとやらかしてしまいましてですね、こちら。このボイスレコーダー、ボイスレコーダーっていうか、まあ、ビデオも撮れるんですけどね。このマイクで、こうニコ生の音を取って、いい音で、こう、YouTube にアップしていたんですが、なんと、SD カードを忘れてしまいまして、なんと保存ができないという、まさかの事態で。なので、今回放送したやつの、まあ、早ければ3日後ぐらいに上がるんですけど、そっちに上がる分のやつは、ちょっと、アナログな音で配信してしまうという形になってしまいますが、その辺をちょっと、ご了承いただければと思います。はい。なんか忘れ物してないかな、なんて思いながら、来てたつもりなんですけど、残念ながらやらかしてしまいましたね。今朝は今朝でね、実家から帰るときに携帯を家に置いて帰ってたりとか、そんなこともやらかしたんですけど、ではでは、お時間ということで大丈夫ですかね。始めさせていただきたいと思います。今週も張り切って、さっきも言ったけども とりあえず11時までね、とりあえず11時まで、たくさん曲やれたらいいなと。やっほー、市民キャラメルさん、こんばんは。お元気ですか？そちらは雨は大丈夫でしたか？大阪の方は今日、この世の終わりじゃないかぐらいの雨が降りましてですね、そんな中今日はちょっと友人の誕生日を祝うためにいろいろあちこちに出かけていたんですけども、でね、今日は5月13日ということで、明日は5月14日、まあ、ファナティック・クライシスの、ことを知ってる方は、まあ、何名かの方はご存知かもしれませんが、明日でちょうどファナティック・クライシスがラストライブして解散してから丸13年ということで、1周して2周目に入ってしまいましてですね、まあちょっとまあそれにちなんでっていうあれは今日別に予定はないんですけども、まあおそらく各々皆様そういうね、ちょっと特別な思いをね、ファナティックに持ってらっしゃる方はまあいろいろなんかね、ラストライブの DVD 見たりとか、ね、ちょっとカラオケでそのセットリストを歌ってみたりとか、まあなんかしらね、こう思い出をこう振り返ったりね、する日になるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ僕が今日、まあ、このニコ生でね、まあ、リスペクト・フォー・ファナティック・クライシスというタイトルもつけてるんですけど、まあ、こう憧れの的であったこのファナティックの音楽をね、こう尊敬してたファナティック・クライシスの音楽を、まあ、これからもね、耐えることなく歌い続けていきたいなという気持ちでやってるんですけども、まあ、今回はね、ちょっとよりその気持ちを強く出していけたらと思います。まあ、つとむさんソロの曲も今日はいくつかやらせてもらうんですけども、まああまりこう締めっぽくならないようにね、楽しくやっていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。ではまず1曲目ですね、ジェットハイプからやりたいと思います。いきます。
ここに来たること君にまるで知らせなくちゃ。あるものはいつも自分という名の抜け殻。懐かしいあのメロディ耳を澄ませば聞こえてくるから。赤い空に会いたくて君の名を呼び続けた。 Baby 感じておくれ、求めておくれ。激しい痛み連れてフライトするぜ。リアルに映し出されたバーチャルな世界へ空ごと感情のコピーで切り売り買い他人ごと。嵐が過ぎた夜の画角小さくあの花を僕たちはどうも求めて旅に出る、せかしてる。ですけども、よし、じゃあ一曲ちょっとミディアムを挟みたいと思います。この曲はもう、まあ、時期的なことも考えると随分久しぶりになるんじゃないかなと思うんですけど、ファーティックのシングルラブモンスターのカップリングに入ってます、夏のかけらを、ほぼほぼ1年ぶりぐらいにちょっとやってみようかなと思います。では聴いてください、夏のかけら。風香る春なら君を待つ、あの坂で眩しくて目をそらした夏の匂いは近くて遠い。 Tell me why あなたと今でも思ってる、あな
はないと知ってた。頼みはやれからどうしたの、あの夢はまだ生きてる。めぐりゆく痛みも悲しみも時に涙しても、あの強くあの日よりも強く歩いて行けるかな。すれ違う愛しさによく似た想いに駆られても、また同じような声を愛しさと呼んでも、いつもずっといつも君を探したい。続きましてですね、もう小出しにしていきますけども、つとむさんが先月リリースした新作をコピーしてきたので、今日は初披露ということで、カバー初披露ということでね、やってみたいと思います。皆さんはもう入手されましたかね、リジェネレーションシングル。よし、つうわけでやってみようと思います。ただこの曲をちょっとまあギター一本でアレンジするにあたって、ほぼほぼこう、まあ、使うコードが非常に少なくシンプルな曲でですね、もう聴きたい、ありがとうございます、やりますよ。使うコードがね、もうこの曲はニカポこれ半音下げだから、どこだ、 F シャープか、 F シャープ、 G シャープ、フラットマイナー、ほぼこの3つしかなってないんですよね。でリズム感的なところを意識するとちょっとまあこう、このカッティングがね結構重要になってくる曲なのかなっていう分析のもと、ちょっとまあいろいろ試しながらやっていきたいと思います。今原曲をどこまで引っ張ってこれるかっていうのもあるんですけど、ではいきます。傷ついて、つまずいて、それでも
も何度でも咲く花は舞い散れ、孤独を抱く気を今芽吹き、いつかまたこの世界を美しく育てゆけ。私たちはただやりきれぬ汗をかき、夏祭り夢の跡、まるで焼けの花で降りつび、君は放り投げたの。あの日から抜け殻、君との約束、終わらない季節、始まりと終わりを繰り返して、夢を見て傷ついてつまずいて、それでも何度でも咲く花は舞い散れ、今芽吹き、いつかまたこの世界を美しく、儚くも永遠にも最も近い季節、でしょうか。初披露でしたけども、なかなかこの曲は結構この1週間でだいぶ詰めてきたんで、まあ、なかなかね、鳴ってる音が結構ギター1本でやるにはちょっと複雑なところを押さえてるというか鳴らしてるんで、やっぱねこの動きだけでこうビートを出すしか、この曲は今のところ作らないっていう感じでやってますけどもね。
まあ、また、これもね、練習重ねてもっとクオリティを上げていけたら、なと思っとる次第でございます。何?YouTube でちらっと聞いただけだったから気になってた。ああ、なるほど。そうですか。できれば、そのうちご購入も検討いただければと思います。カップリングのね、街と東京21年生っていう曲もいい曲なので、ぜひぜひこの場でまた皆様と共有できたらなと思います。はい。では、ちょっと今日はリクいただいてる中でやる曲がまだ今からやるんですけど、ちょっとリクエストしていただいた方が今見に来てるかどうかは定かではないんですけども、ちょっと久しぶりにリクいただいてるこの曲をやりたいなと。まあ、こんな雨の天気なんでね、そんな日にぴったりじゃないんでしょうか。またまたつとむさんソロ曲ですね。雨のち君が咲くという曲をやります。
聞けないけどこの胸にはいつでも君が溢れてる。ライラライラライラララライライラ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 イラライラライラララライライラライラライラララライライラライラライラララライ越えられる壁しか二人の前には作でした。ありがとうございます。この曲だけね、この曲だけこうコード譜がこうなっとりましてですね、コード譜をこうするのを忘れとりまして、あ、しまったってなって、見ずに弾けたらね一番いいんですけどね、なかなかちょっとまだまだ手癖で弾けない感じがもどかしい、そんな日々を過ごしてますね。よっしゃ、順調にもう言うてる間に終わりを考えなければいけない時間に入ってきましたけども、さあそんな感じで、ある程度あと何曲だ、あとねラブレスが控えてるんですけどね、ラブレスはちょっと最後の方にやりたいと思います。ちょっと体力がいるんです、あの曲は。というわけでですね、これちょっと今日はちょっとつとむさんソロ曲攻めが多いんですけど、なかなかファナティックの解散の話には、持っていかないっていう、すいませんね。よし、ちょっとなかなかねこの辺も久しくやってないなと思う曲があって、ちょうどあれですかね、レーゾンデートルが出たのは去年だから、去年のシングルか、聖火のカップリングに入ってる ID をちょっと久しぶりにやろうかなと思いまして、ではちょっと久しぶりにね歌いたいと思います。 ID いきます。ごめんなさい、こんなんで。
景色さえ溢れる環境や言葉や歴史や過ちさえ超えて僕たちは生きてゆける君の瞳が何色であっても君は君なんだよ。ねえ張って生きてね。どんな国にどんな場所に生まれようとも君は思うことをやり遂げやいい。肌の色で髪の色で一体僕たちの何がわかるとだろう。教えて僕の世界とその他の世界が交わり生まれるたくさんのそれをもって割り切れぬ想いもはみ出した未来も全部詰めて旅立つよ。汚れたスーツケースに切れない今日も懐かしい痛みも全部連れて育てるよ。それが全部僕だから。はい、 ID でした。ダメだ、ちょこちょこミスるな。この曲は難しいですね、なかなかね。歌うのも弾くのも。あ、タップさんこんばんは、ありがとうございます。ちょっと暑いのでエアコンを入れます。ちょっと立ちます。暑い、暑いですよ。暑さに拍車をかけるように今からラブレスやりますよいけるかな。よし、タップさんは今帰宅中ということでお疲れ様です。もしかしてあれですか、渋谷の公開収録行かれたんですか、ソムさんの。いいなと思いながら結局出かけたんでネットのやつも聞いてないんですけど、新曲を流したそうですね。その新曲もまだ予約はしてませんけども、はい、よし行ってきた。マジっすか、マジっすか、いいな、いいな。まあ感想はまあ何かしらで教えてくださいいいな、東京は遠いな毎回ね行きたい行きたいと思うんですけどね、こっちがリアルな問題、こっちがねかかっちゃいますんでね。ではちょっとリクエストにお答えして久しぶりにラブレスやりたいと思います。ラブレスはもう後で YouTube に上がるはずなので見てる。マジっすか、そんな便利な世の中ですね。それは楽しみですね。ぜひぜひちょっと私も拝見したいと思います。ではちょっと勢いをつけていきたいと思います。この曲は歌詞もコード譜もないのでどうなることやら。とても嬉しそうな笑顔でしたよ。いやー、いいですね。何人ぐらいいらっしゃったんですかね。さっき本人のブログでなんか写真が載ってましたけど結構たくさん来てましたよね。いいなと思いながら、てか雨の中大丈夫だったんでしょうかね、皆様。風邪などひかぬように気をつけてください。愛は君、愛は俺、すべて愛の化身さ。愛は揺れ、愛は燃え、日常を
れ。愛したい愛したい、誰が何と言おうとも、愛されたい愛されたい、恥ずかしいくらい。君は俺、俺は君、説明はできないけど、こんな気持ち初めてだよ。トラブルです。ピックを、落っことしてしまいました。出てくるかな。どこ行った。あ、大変や。ピック落とした。せーの。あ、出ない。くそ。あ、ピックが、見えてんだけどな。よかった。ありがとうございます。ちょっと待って、ピックが。よいしょっと。あー、びっくりした。なんか今日はなんか細かいトラブルが多くて大変ですね。そんなことある？そんなこと、あのね、結構ありますよ。あの、結構あるんですよ。家でこうパラパラーって弾いてた時にこうポロンって滑ってこなかったチャチャーンって入って、あの、割と頻繁に、ギタリストあるあるじゃないのかな。僕はよく落とすんですけどね。そのためにこうやってこう、せーの、ふんってこう、テーブルクロス引きみたいな気持ちでこう、音落ちてきたらいいなーなんて思ってね。はい。暑い。とりあえず予定の時間まではまあ残りがわずかになってまいりましたね。さあ、ほぼほぼ今日の予定は消化しましたので、ブラックホール持ってないんだ。ブラックホールは、あ、ブラックホールは持ってない。聞いたことない。秘書、クリアラテ飲んだことある？あれっすか？あの、透明のやつですよね。クリアラテって。透明のやつですよね。あれはね、そうそう。会社の先輩が飲んでて、ちょっとまあ、飲ましてもらったというか、味見はさせてもらったんですけど、水っ
ぽいっていう印象しかなくてですね、まあ、透明にする技術はすげえなと思ったんですけど、まあ、僕はちゃんとしたラテが飲みたいって思いましたけども、はい、ではでは、ちょっとどうしようかな、何やろうかな、何やろうかな、あ、ブラックボックスのことですか。あ、ブラックボール、これね、もう曲名を勘違いしました。ブラックボックスって曲ありましたね、そういえば。どんなんだったかな、やめとこう、今日はやめとこう。ギターのブラックホール、ブラックホール、これね、何ホールって言うんだかな、これ忘れた、サウンドちゃうわ、まあいっか、どうしようかな、何やろうかな、何やろうかな、そうだな、雨のち、月光、月光は、月光、ちょっと待って、レイニー、レイニーか、なるほどね、月光はね、多分、歌詞がない、歌詞じゃないわ、あ、歌詞もないんだけど、どっかに月光書いてなかったかな。トゥルルルルルッテッテですよね。あれはギター2本折った方が面白いんですけどね。書いてない。書いてない。書いてない。月光はなので、ないのかな。月光ってアンプラウドやから、持ってないわ。ダメだわ。じゃあ月光は次回ということで。申し訳ございません。雨の地かレイニーで、雨の地はね、さっきやったんですよね。さっきやったんですけど、盛大にミスったので、やり直していいですか、そしたら。個人的にはかなり悔いが残ったので、なんならこっちを本番テイクにしたいので、雨の地やっていいですか、2回目。珍しく本編中にやり直すっていう。じゃあ、雨の地をもう一度やりたいと思います。やり直しすいませんね、僕が未熟なばっかりに本当に申し訳ない。じゃあ雨のち君が咲くやりたいと思います。多分 YouTube に上がるのはそう、本当のやつ、本当のやつありますよ。はぁ、緊張する。じゃあ行きます。食べちゃいたい。
し上手ではないけれど、空気もうまく読めないけれど、君の好きな言葉全部わかってるつもりさ。明日が見えない時代で、曇りが見えない時代でもね、きっと世界は君の笑顔を待ってるから、雨のち君が咲く。死ぬまでにずっと君がね、笑って生きられるように、想いは現実をこらえて、想いは真実になって、形をなす、そうやって世界は作られる。ダンスはうまく踊れないけど、ピアノもうまく弾けないけど、いつでも君が溢れてる。ライラライラライラララライ、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 比べる彼氏が。あるやん、キー比べで2回ともアップしてもいいかも。いやー、まあまあ、久しぶりに NG 集でこう後ろにやろうかなと思います。ただ途中から来た方にもちょっとお伝えしておかなければならないんですけど、今日は普段っていうか、こう何本か前からマイクでね、音だけ別撮りにしてるっていう話があったんですけど、今日まさかの SD カードを入れてくるの忘れまして、今日はこのニコ生を聞いてる皆様が今聞いてる音がそのまま上がってきますんで、ちょっとご了承ください。久しぶりに音が良くないんですけども、うまいことやりますんで、はい、すいません。ただいま、おかえり、おかえり。よくぞこの雨の中無事に帰宅されましたね。まあもういつもの感じなら、終わりなんですけども、実は今日ちょっとスタジオ12時まで撮っておりましてですね、もうちょっとやってもいいでしょうかという私からの問いかけなんですけど、そんなにそっちは雨すごいんだね。大阪はすごかったですよ、雨。ほんまに。今日運転怖かったっすもん、なんか。はい。つうわけでもうちょっとやっていいっすかね。皆様が大丈夫なのであれば、もう少しやらせていただきたいんですけども。お帰りのありがたさ。マジっすか？あ、でも、あれですよね。なかなか、普段ね。そういう日常の挨拶をね。ないことも多いですよね。よいしょ、よいしょっと。あ、関東ももう雨上がってるんですね。なるほどね。よかったよかった。無事で何よりです。
じゃあ、延長戦ということで、まあ、行けるところまで行きたいと思います。皆様のね、体調もあると思います。体調というか、夜も遅いんでね。まあ、やっぱりこう、毎回やらせてもらってる中でですね、なんて言うんですかね、こう皆様の心を、掴むようなですね、またえぐるようなですね、そんな歌を歌っていきたいなと思ってるわけなんですが、よし。そんな中、いきなりのグレーとかもいける。曲による、グレーは曲による。じゃあここでちょっと初挑戦の曲を今日はもう一個やりたいと思います。石月さんの曲でですね、ファンクラブの解放についてる曲、シングル CD なんですけど、旅人の歌というのを今日はちょっと初めてやってみようと思います。これが超むずくてね、さっきちょっと家でやってたんですけど、まあアンコール枠なのでちょっとお試し感覚で、ちょっと難しくてできるかな、やってみます。そもそもね、ただこれ聞こえるかどうかがすごい怖いんですよ。聞こえるかどうかが、聞こえなかったら言って、聞こえへんって普通に弾くから。原曲再現でなるべくいくんで、いきます。旅人の歌聞いてください。愛でできたるはずの世界、愛なきものが笑い、臆病で純粋な君の心を踏みにじった。愛でできたはずの世界、君は泣いているのかい、今日は笑えたるのかい、僕はどんな顔してるかい、僕らは旅の途中、荒狂う海原で心地よい風の中、砂嵐にまみれ何度も助けられ、何度でも骨を折って、それでも歩みをやめない、君に会うまで。君に会えるまで。最後ちょっとだけ間違えちゃいましたけどね、もう最後 C を歌ってみるんですけど、どうすかね、このバッキングのこのデン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 、これが聞こえてるかどうかなんですよね。それはまあ帰って確認するんですけども、よいしょ、よっこいしょっと、よき、聞こえてた。ありがとうございます。これもちょっと、ね、練習してまた、うまいことできるようにね、持っていきたいと思います。では、もう一曲、その FC のね、
裁縫の中の曲からエアリーを久しぶりにやりたいと思います。では聴いてください。Okay.
い、エアリーでした。ありがとうございます。よいしょ。ふう、よいしょ。あ、パチパチ、ありがとうございます。いや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 、11時を過ぎましていいね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。恐縮です。11時を過ぎましてね、もうすぐ日が変わると仕事がやってくるのかと思うと、なかなかね、やだなと思う今日この頃ですが、うまいな、ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけることが僕の栄養源でございます。全然ファナティックが明日解散して13年だよって話触れなかったんですけど、まあもう皆様思い思いいろんなあれがあると思うので、まあいろんな気持ちでね、明日を迎えるかなと思うんですけど、僕は多分いつも通りの一日を過ごして終わるかもしれませんが、まあ明日はね、ちょっとたくさんファナティックを、まあ仕事の行き帰りだったりとか、ちょっと寝る前だったりとか、聞こうかなと思ってます。いろんなことをね、思い出しながら、青春を捧げたバンドにこう改めてこう感謝というかね、あれがあれであれですね、そうそうですね、そういうことなんですよ、そういうことなんですよなんていうんですかね、あの本当にもう、あのこうやってね、皆様の前でこうカバーで歌わせてもらえてるのも、まあ、ファンティックがあってこそですし、なんかこう憧れてこう音楽やってきて、なんか良かったなとこう歌いながらね、しみじみ思ってるわけですけども、まあね、こうやって今までこそね、こうやってバスクリーンをね、こうやって置いて、なんじゃこりゃって言って、今も青春だぞ、そうだね、そうっすねそうっすね、まあ死ぬまで青春かもしれませんけどね。まああのちょっと話戻しますけどね、こうやってこうバスクリーン置いてこう毎週なんやかんややってますけど、ね、いつ終わるかは正直わかんないんでね、もしかしたら2秒後に死んじゃうかもしれないし、来週から突然 やる気なくなっちゃうかも、やる気なくなるっていうか、なんかのきっかけでやめちゃうかもしれないし、いろんなことがあって、こう今はこうやって当たり前にやってるんですけど、まあその一回一回のね、当たり前もこう大事に、やっていきたいなと思ってます。本当にファナティックの解散はそういう意味では僕の中では訪れるはずのない出来事だったので、ある日突然ね、人生であまりしたことのない後悔をその時しましてね、毎年ファナがやってたヤオンのねライブがその年行けなくて、来年行くからいいやみたいな思ってたら、まさかの解散っていうね、そんなこともありましてですね、そこだけがもう唯一、僕あんまり後悔という言葉を使いたくないんですけど、後悔してる部分ではあるんですけどね。なのでまあなんていうんですかね、まあ、言葉にするのは難しいんですけどね、まあ、さっきのタップさんのね、ただいまおかえりっていうのが、そのありがたきっていうコメントもありましたけど、こう普段何気なくありふれてるものこそ、やっぱり大事なものがあふれてるなっていうのは、最近ひしひしと感じることが、まあ年を重ねてね、思うことも増えてるんですけど、まあ何ですかね、あの時気づいてりゃよかったなーなんて思うこともあるんですけど、まあ気づく、まあ遅く気づいてもね、気づかないよりはずっといいと思うので、まあ、気づいたことをね、その、まあ、明日にこう生かして生きていけたらとは思ってるんですが、なので僕がもしかしたら突然、まあ、明日からニコ生やめるかもしれないっていうちょっと重い展開もあるかもしれないですけど、まあまあなるべくね、そういうことのないように、なるべくこう毎週毎週ありふれてる感じでやっていきたいなと思ってますんで、今後とも、今日いい話しますね。そうですか。いやなんかね、もうさすがにね、花解散して13年も経つとね、人って大人になるんですよねなってるというか、なんていうか、そういう考えに至ることもあってね、まあでも本当に青春とは年齢とかってことで、リバースは全然コピーしてないから分かんないです。次回やります。そう、こういうことがね、あるんですよ。別にね、ふざけてやってるわけじゃないですけどね。どうしようかな。これやろう、久しぶりに。全然練習してないけど。
2カポでやってたから3カポになるのかな、ちゃうわ。再生の朝、再生の朝はじゃあ後でやりましょう。この曲久しぶりにやろう。じゃあやります。スパイラルエイジいきます。
スパイラルエイジでした。よいしょ。よいしょっと。では、なのでどんどんやって世の中にこの曲をお伝えねが、ありがとうございます。やっていきますよ、これからも。本当にあれですよ、さっきのちょっと話を続きになっちゃいますけどね、こういうニコ生とかそういうので、もっとね、早くにやって、もっと早くに皆さんと出会いたかったな、みたいなことも思ったりするんですけど、今じゃないと出会えてなかったなって思うことも多々あるので、そういうね、あの時こうしてればっていうのは、なんかあんまりね、思わずに、今目の前でその起こることに対して、受け止めてやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、再生の朝ってどんな感じだったかな。C 覚えてるかな。前回やったのに。もういつかは全てはあなたの心に新しい命を宿すよ。間違いとかないよ、あなたの笑い
朝でした。最後ちょっと歌詞が吹っ飛んでしまいましたけども、いけませんね、なんか。よいしょ、ちょっと待ってくださいよ、よいしょ、ほい、よし。ではまあ、いろんな思いをね、ぶちまけながら今日はやってますけどもね、たまにはそういう真面目な話があってもいいかななんて思って、はい、じゃあちょっとこの曲もまた本番はやっほー、この曲も2回目になりますよ今日2度目のリジェネレーションやります。マスクにはぶちまけないで、大丈夫ですよ。でもこれまだ中入ってるんでちょっと危険ですね。じゃあリジェネもう一回やります。よいしょ。
の向こう側で新しい始まりの足音が鳴っている Regeneration。 さよならの向こう側、また会える。何度でも何度でも君のことをきっと見つけるよ。毎日ね届こうた空気を今芽吹き、いつかまたこの世界を美しく、儚くも永遠にもどの近い季節。でした。ありがとうございます。2回もできるとは。はい、今日はなんかあれですね、皆さんおそおその時間に集まっていただきましてありがとうございます。ちょっと序盤はちょっと不安になりながらやってたんですけども、まあ YouTube に残るからいいやと思いながらねやったんですけど、はい、というわけで予定曲が本当になくなってしまいまして、ありがたいことにですね、ちょっと次回やる曲がまたたくさん上がってますんでね、月光とかリバースとかですかね、またちょっとその辺も、あとでレイニーデイ、レイニーデイ、レイニー、レイニーデイ、レイニーデイはね、今度やろう。レイニーデイは今度雨が降ったらやろう。じゃあどうしようかな。じゃあちょっとじゃあ急にファナティックの曲やります。懐かしめの感じで。残り時間的にはまああと 2,3 曲。ドラキュラ、ドラキュラか。今日は帰宅が遅くて途中から見てます。あ、そうなんですね。お疲れ様でございます。ドラキュラか、ドラキュラか。ちょっと待って、ドラキュラ覚えてるかな。月の花、ビューティーズやろうかなと思って今。結構ガチガチの月の花ならできるかもしれない。月の花、月の花どうだったかな。あれどうやったっけ、どうだったっけ。YouTube に月の花ありますか。ファナの、ファナバ、普通にファナのやつで月の花確か上がってたと思う。あると思う。僕はまだ、昔カバーしてニコニコ動画にしか残ってませんけど。ボーイのライ、僕は今蝶になる、眠れない、いない。
ちょっと待って、月の花あかんわ。ちょっと復習してくる。忘れた。何だったっけ。ちょっと復習してきます。いけるかな、手癖でいけるかなと思ったら無理やった。次回やりますわ。ドラキュラもちょっと次回やりますわ。もう次回やる曲がほぼほぼこれで固まったけども、くー、ちょっと練習しておきます。でニコ動に上がってる月の花はですね、あのニコニコ動画とかその YouTube とかでカバーし始めた頃なんでね、アップしたのが多分10年ぐらい前なんですよ。なので20代前半の僕の歌が聴けると、あー怖い怖い怖い、あー怖い怖い怖い。まあ、警察に置いてる俺もどうなんかと思うんですけど、まあ、初々しい感じをね、楽しんでいただけたらと思います。じゃあ、ちょっとビューティーズやります。流した涙、その数だけ、綺麗になれる痛みを知り、また瞳は輝き出す。Just fly again, fly again.
いで二人でなら何も怖くない。 Just fly again, fly again free. Your beauty smile again, your beauty smile again.はい、ビューティーズでした。ありがとうございます。さあ、時間的にはラス2ぐらいですかね。なかなか今日はすいません、即興リクエストにお答えできてない現状が続いてしまって、なんかもうごめんなさい、ごめんなさい。キャンディーとかどうすか。キャンディーとかラブミー、ラブミーか、いきますか。ラブミーいきますか。人生ゲーム、人生ゲームか、どっちしようかな。体力的にラブミーかな。いや、人生ゲームもできますけどね、できるんですよ。バイトは人生ゲームはできるんですけど、今からやるとね、明日に差し支える可能性が出てくるので。じゃあ、前回言い損ねたあれも含めて、Please love me. おっと、間違えた。合ってる？
しみはそう誰のそばにも恨みいつか全てを愛せる日まで Love me, is I love you, is I love you Love me, love me, is I love you, is I love you I love you じゃあ今日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ラストいきたいと思います。飛ばすの忘れたわ。僕らはいつもの未来を優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街だ夢があってても残るものはあるさ。今には難しいことは忘ればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに嫌な自分を見つけてしまう。そんなものかもね。全てを知ることはできなくても全て捨てることはないさ。君のままに If life is over最近ね、もうそれが全然分からへん。もしかしてこの辺？例えば人生にもし勝ち負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて街だ夢があってても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね。それぞれの道を選び僕らは強く時に壊れそうね。君の声を求まる僕はいつも君を見ている。いつか別れが来た空になっても忘れはしないだろう。君の全て君の声君の話し方全部君をあるがままに君であればいいぜ。それぞれの未来や果てしない未来や中でライフでした。曲の一番盛り上がりの直前にかっこよく飛ばす。あーそういうことか。ってことは感想明けの最後でこうペシッと。でもねライフでそれするとねギター止まっちゃうんでブレる気がするんですよね。
だからみんなはそのライフに、僕がライフを歌うところの何を求めてるかによってそのあれが変わってくるんですけど、何の話やねんね。じゃあちょっとその辺のね、次回また研究しておきます。研究するのかわかんないですけど、はい、というわけで5月13日今日も2時間ぐらいやらせていただいたんですかね。ありがとうございます。ライフじゃなくてもいいんだよ、個人的には。メガネ飛ばしの、そう、メガネ飛ばしのダメ出しがね、最近多くてですね、悲しいのか、なんで僕はできなくなってしまったんだろうかっていうのがあるんですけど、何なんでしょうね。まあ、そういうやりとりも楽しみながら、また次回も頑張って歌っていこうと思いますので、また見に来てやってください。じゃあ、また明日から1週間、皆様、頑張っていきましょう。なんか天気予報では来週末も雨なんですけどね。メガネ投げのバスクリーン倒しの、それも最後にドラムセットを壊して帰るヨシキさんじゃないですか。バスクリーンでした。じゃあまたこの回も YouTube で見直していただけると嬉しいです。その辺もまた待っててください。じゃあまた来週お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。